カイちゃんです。今回はですね、何をするかと言いますと、カイちゃんの初めてのお部屋紹介、イエーイ。ということで、お部屋紹介をしていこうと思うんですけれども、皆さんね、ゲーム実況者、一度はゲーム、皆さんね、ゲーム実況者、一度はね、部屋紹介をされてる方が多いと思うんですけれども、カイちゃんはなぜ今までしてこなかったのかというと、なんか自分の生活している空間を、まあ、何枚再生化されるかどうかわかんないですけど、この動画が。その人たちに、こう、たらしめられてしまうと考えると、ちょっと恐怖すぎて紹介してこなかったんですけれども、まあ、でも、動画がないということで、はい、動画、ないということで、お部屋紹介をしていこうと思います。このグッズ、アクリルスタンドはですね、今現在グッズで発売しておりますので、皆さんよかったら買ってきてください。やっていきますけれども、はい、いきますよ。かわいいちゃんのお部屋。3、2、1。じゃじゃーん。こんな感じですね、かわいいちゃんのお部屋は。ね、ちょっと一回説明させてほしいんだけど、この部屋が、なんか、ここカーペットっていうの、なんてちょっとわかんないけど、こういう普通の床なのに、なんで、ここが障子かっていうと、もともとこの部屋が畳の部屋で、畳の部屋だったんですけど、改造リメイクして、なんか、ここがね、畳がなんか結構維持費が大変らしくて、それなら、この床にしちゃおうということで床にしたんですけれども、その名残として、ここに障子があるみたいな感じですね。ちょっと生活感が溢れすぎて嫌なんだけど、まあ一番目につくところがここですね。この椅子もね、本当はね、可愛らしい椅子にね、こう合ってないやろ、部屋の風景に。合ってないやろ、この椅子って思うかもしんないですけど、可愛い椅子が見当たらなくて、ちょっと部屋にあった椅子をちょっと持ってきて、ここにね、置いてあるんですけど、ちょっと可愛い椅子があったら皆さんね、ちょっと教えてください。あとこれもね、今現在グッズで発売しておりますので、可愛いので皆さん買ってきてください。はい。ということで、こんな感じですね、こっちから見ると。で、ここに、かわいいちゃんは、この椅子に座って、ママのお友達とか、ママとか、ネイルするのとか、あと、かわいいちゃんネイル学校に行くんですけど、その練習とかに、ここは使います。で、これは、これね、ここの下に入ってるこれは、なんかいろいろね、いろいろね、っていうか、こうやって、ネイルスタートって固めないといけないんですけど、光でこうやって固めて、感じのやつ。で、なんか、なんでここの下に置いてるかっていうと、ここに置いちゃうと、なんかいろいろ作業するときとかにちょっと邪魔なので、こうやってやります。で、ここへ入れます。で、こうやってやります。こう入れます。みたいな感じでできますよ、ということでね。こんな感じのね。間になってる机でございますね。で、ここ透明なのが良かった理由は、こうやってやってて、みんなさ、こうやってさ、こうやってなるわけ。こうやって。え、わかるかな？みんなこうやってやるじゃん。こうやって。で、だいたいこう、なんか、ここら辺についちゃうわけ。こういうのがね、なっちゃうから、ここで、見えるように、こう。見えるように、こう。みたいな。わかるかな？言ってることわかるかな？ちょっと説明が下手くそなんですけど、はい。こんな感じですね。インスタグラムに上げた時にね、どこでやってるんですかって聞かれたんですけど、これ自分でやりました。かわいいでしょ？これ自分でね、作ってやったんでね、かわいいでしょ？これめっちゃ頑張りましたね。で、その隣にはですね、はい、ネイル用品がぐっしりと。ぐっしりと。ネイル用品がたくさんあります。はい。そんな高いものは別に置いてないからって感じですね。まあ、これがちょっと高いかな。これで3000円ぐらいするジェルベースなんですけど、あとはモセリアとか、こういうのもセリアだし、これキャンドゥとかだったり、ダイソーとかだったり、これこういうのもシーンだったりとか、これもシーンだし、まあ、そんなに高いものは置いてないかなって感じですね。何個ニッパーがあんねんみたいな感じなんだけどさ。ニッパーありすぎだろ。これ整理してないので、これ整理、綺麗に見えるようにどうやってやってるのか皆さんも教えてください。で、ここの下には、これジェル削るための道具だったりとかね。まあ、これはちょっと
高かったかな。どうだろう、わかんない。でこれは何に使うというと、ネイルをさ取るときに、取りたいなってときにこれでウィーンって削っていくやつですね。普通に削らないと取れないんで、まあヤスリもあるんだけど、ヤスリで削っちゃうとちょっと時間がかかるので、まあ電動のこれでウィーンって削っていく感じ。あとアルミホイルも使うネイルに、あと除菌シートだったりとか、こうキッチンペーパーとかもネイルに使う用品がここにたくさん入ってるって感じですね。でこういう後ろ向いてもらうとゴミ箱って感じでございます。でこっちに行くとね、ちょっと映れないところもあるんだけど、ここ一番映えねここ一番映えるところで、初音ミクちゃんとかわいちゃん並んでますね。これはゲーセンで撮った初音ミクちゃんで、これは中古屋さんで撮った初音ミクちゃんで、これもゲーセンゲーセン。あと後ろに前飲んだエンジェルの箱があります。でこっちに行くと、きのこさんにもらったディオールの香水がありますと。これね、ちょっと開かないからいいか。でこれきのこさんからもらいました、誕生日の時に。ありがとうきのこさん、ありがとう。でこっちには、あ、これ作ったこうネイルチップとか、普段使わないジェルとか、あとここにはネイルのパーツ、こういうパーツが入っておりますと。でこの下にはね、日の嵐とお菓子、このボックスも駄菓子がたくさん駄菓子がたくさん入ってます。かいちゃんのおすすめのお菓子はこれ、ガブリッチュ、美味しいですって感じで、お菓子がたくさん入ってます。なんかね、お菓子やめたいんだけどね、なかなかやめれないのよ。そう、編集してる時とかね、よくね食べたりしますねっていう感じで買いに。でこれもお菓子、もうここの棚がもうお菓子棚になってるって感じですね。はい、その下には、あー汚ねーちょっと待って汚ねー、マジで使わなすぎて。これは懐かしの PSP、 これ懐かしの PSP が入っておりますこの中には、はい、懐かしいよね。まあ、使って遊んでた時代の人たちがいるかもしれないんですけど、いやでもどうなんかな、最近の小学生とか中学生とかって PSP、 待って、うわモザイク案件なんだけど、もうやだカメムシがひっくり返って死んでるんだけど、もうモザイク案件だ、マジ無理もうやだ恥ずかしい。でここには、まあ、洋服たちがかかってるって感じですね。で皆さんお待ちかねの、何このでかい箱、このでかい箱何みたいな思った方はいると思うんですけど、ここはですね、はい、これガチャって開けて中に入るとこんな感じで防音室になっております。でここを入るとさ、これ待って閉めるね、閉めるとほら全然響かなくなるでしょ。でここ出ると、これ出るとめっちゃ響くでしょ。でこっち入ると、はい、全然響かなくなります。ということで、ここで、まあ大体、ゲーム実況とか、編集たまにしたりして、ここで編集サムネ作り、あとはゲーム配信を、ここでしております。かいちゃんが使ってる椅子はね、ゲーム用椅子みたいな、ゲーミング椅子、ゲーミングチェアがあると思うんですけど、かいちゃんのゲーミングチェアはこんな感じのね、やつになっております。待って、これ、大丈夫かな？結構、集合恐怖体の方々には大変、ちょっとお見苦しい映像となってるんですけど、パパがね、作ってくれたゲーミング部屋ですね。はい、防音室。そう、防音室。パパが作ってくれたの、ここのね、壁紙とか、このドアもね、パパが作ってくれた、ありがとうパパ、ありがとう。で、こっちに入ってもらうと、もう汚い、嫌だカイちゃんがさ、ゲーム実況部屋をね、紹介したくなかった理由がさ、まあ、こんな感じになるんだけど、カイちゃんのいつも見てる景色をね、なんかみんなさ、だいたいいいパソコンとか、いいモニターとか、使ってるじゃないですか。まあ、ゲーム実況者ってだいたい使ってるイメージなんだけど、もうカイちゃんさ、もうこれも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 、これも、もう3年ぐらい使ってるの。もうだからさ、もうどんだけ古いやつお前使ってみたいな感じでさ、思われちゃ嫌だからさ、そう紹介したくなかったんだけど、まあまあ紹介していくね。で、これは、
わかんないどこの。あの、わかる人はわかるかもしれないけど、まあ、いい、ゲーミングモニターとか、紹介してほしいです。誰か、ちょっと、はい、買ってください、誰か。で、これは、ゲーミングパソコン。そうそうそう、これ光るんだよね。よくね、ゲーミングキーボードはよく光るじゃないですか。そう、こんな感じで光るんだよね。これタップしたところがね、光っていくっていう。で、これは、よくみんなが使ってる G Pro? そうだよね。多分。G Pro のマットが、なんか充電されるんだけど、こう無線で繋がるんだけど、ここに置いとけばもう一生充電して、もう一生使えるよみたいな感じの、これ軽くておすすめのやつです。それもね、3年ぐらい使ってるからさ、もうめっちゃ汚いんだけどね、ほこりまみれでちょっと嫌ですね。はい。で、これが、よくみんなが使ってるヤマハの白色の、あれだよ。ちょ、編集入れといて、かいちゃん。うん。で、ここには、こうマイクがあって、こうやって、だいたいゲーム実況するときは、こうやって持ってきて、こうやって使えるっていう。このマイク、こう、ボフボフ、息がかかるから、こういうね、カバーをしてるんだけれども、これも3000円ぐらいの超安いやつをここにつけて使ってるって感じ。うん、まあ、使えるから。で、マイクが、これが、なんだっけな、こうマイクをへこんで、やだもう落としちゃって、かいちゃんが落としちゃってさ、そうなってるんだけど、これもう、なんだっけな、このマイク。うん、ちょっとよくわかんないマイク。で、これはいつもこれ使ってないときはこうやってしまって。あ、これはめちゃめちゃいいです、これは。ここにつなげてね、そう、つながってるっていう感じのやつですね。で、パソコンとネット回線のやつ。これも大体もう3年前ぐらいに買ったガレリアさんのパソコンなんですけど、ガレリアさん、案件ください。絶対来ないじゃん、ここには。で、あとは、キャプチャーボードだったりとか、まあ、スイッチをつなげる時の機材みたいな感じのやつですね。スイッチね、向こうの部屋もちょっとあるんだけど、向こうの部屋はちょっと紹介できないんだけど、そこにスイッチがあって、テレビに繋がっているので、ちょっとここにはスイッチがないんだけど、まあ、スイッチがここで繋げたいなって時は、これで繋げてるみたいな感じですね。で、これが、GoPro かな確か。そう。中身が GoPro。GoPro もなんか、使おうと思ったんだけど、ちょっと画質がね、あんまね、最近のスマホって画質めっちゃいいからさ、あんま使うことないんだけど、まあ、GoPro ですね。こんな感じの。これは、イヤホン。まあ、なんか、めっちゃいいヘッドホンとかも使おうと思ったんだけど、結局は、もうなんか、安いイヤホンで十分かなと思って、これ使っておりますね。全然使えるからさ。コンビニとかで買ったイヤホンですね。これも、ちょっと恥ずいな、もうやだ。で、こっちには、カンナちゃんとマイクラとゲンガーという謎の組み合わせのぬいぐるみたちがあって、こっちにはカビゴンのぬいぐるみたちがあります。これは何かというと、あ、じゃないよ、みんな。これでね、つけると、そう、プリキュアのおもちゃですね。はい。で、これで、ここに、こうやって、これスカイトーンって言って、これスカイトーンがあるんだけど、これスカイトーンをね、セットしたら、これ回るっていう。そう。トーンコネクトって言ってね。アホみたいに、これたまに触ってます、これは。子供かよ、マジで。これは、こういうスマホを立てて、立てるってやつなんだけど、まあ、ちょっと使わないから、こんなことになってるっていう感じですね。こっちはリモコン。そう、この電球のリモコンなんだけどね。あー、そうそうそう。あー、そう。これでなんかパーティーみたいな。あー、そうそうそう。こんな感じでパーティーみたいなこともできますよっていう、そんな感じのお部屋になっておりますと。はい。こんな感じの部屋でね、ゲーム撮影をしてるということで。ねー、汚いよね、マジで。あー、全然違うでしょ、ほら。部屋の響きが。全然違うよ。やっぱり防音室はね。ということで。はい。かいちゃんのお部屋紹介をいたしました。皆さん、いかがだったでしょうか？かいちゃんの部屋が汚いと思った人は、高評価！かいちゃんの部屋、あ、意外と綺麗だったよっていう人は、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、これ、クロミちゃんのスイッパー入ってます。かわいい！